八重先生、ありがとうございました。どうぞ、どうぞ。青森が20数年ぶりに発車したってことです。はい、久々に、来ましてですね。はい、ただ、ね、知ってる方も聞きに来ていただいて、うん、本当に楽しくお話ができました。ありがとうございます。はい、多分、もう本当に知らなかったこと、たくさん、今日、皆さんお持ち帰りいただいたと思うんですけれども。うん、はい。まあ、ちょっと本当に触りだけでもね、ちょっと YouTube ご覧の方々に、すごく短く、はい、はいはい、今日の、はい、まあ、レジュメといいますか、はい、先生から、伝えたかったこととかをちょっと改めてお聞きしてもいいですか？はい。そうですね。今日ちょっとね、お話ししたのは、まずなんで、こういった再生可能の話が世界的に起きているのかっていう話から、それを推進する人がいるんだけども、うん、どういう動機なのか。はい、それが表に出てない動機もいくつか事例をね、ご紹介しながらお話をして、で出てるものは決して怪しい話ではなく、すべてソースを出しましたね、うん、はい、だからああいうことが過去報じられていて、そういうことが原因でね、やっぱり推進する人がいるんだよと。でところが彼らが言うね、きれい事が本当なのかどうかということで、はい、まあそこの問題点ですよね。で、それは日本ではほとんどマスコミが取り上げない内容なので、まあところが、海外にね、目を転じると、いろいろなこのものがですね、しかも権威あるものが、権威ある機関とかね、権威ある報道機関がちゃんと報道してるわけですよね。はい、でその内容を、まあ、かいつまんで、いや、海外では、こういうことがあるよと。それから、住民説明会っていうのもあるわけですけど、それっていうものがどういう正確なものなのか、うん、それから、それに対する、あらかじめ予習をしておいて臨んだ方がいいことはこういうことだよ。はい、いうようなこともざーっと話しましたし、それから、まあ、風力特有のね、日本じゃ決して報道されないような写真も結構いろいろお見せしましたでしょ。はいはい、そうですね。ね、で、うん、で、ああいったものを見るとやはり本当に推進派の人が言うことは事実なのかという疑問が湧いてきますよね、うん、はい、でやっぱ大事なことっていうのは 100% いいことはないわけです、世の中にはね、はい、で必ず物事にはいい面と悪い面があるんですけど、はい、今回のこの再エネについてはいいことだけしか言ってないと、うん、だから僕はあえてもう悪いものを全部出しました、はい、でそれは僕が思いつきで言ってんじゃないよということは分かるように、すべてソースをつけて出しましたよね、うん、はい、だからアーカイブを見ていただいて、そのソースも自分で当たっていただいて、論文とかいろんなものを読んでいただいて、じゃあそれに対して推進する人がどういうこのまあ反論というか意見を言ってくるのか、で最終的にやらなきゃいけないのはやはりその風力発電所とか、まあ、メガソーラーの近くに住んでる人たちが健康で、健康に何の影響もなく、そして、まあ、環境的にもね、何の影響もなく過ごせることが必要なんですよね。それをやるためには、推進ありきで問題に目をつぶって無理やり作るのではなくて、やはり問題はあるわけだから、それをきちっとオープンにテーブルの上に乗せて議論をして、で、まあ、さっき言いましたように、その発電所の周囲に住む人に悪い影響が出ないような回を時間をかけてでもいいから探していくことが必要だと思いますね。はい、うん、まさにその一番の問題は、その何も説明もないまま、うん、何も議論もないまま、決められていく、進められていく、はい、気づいたら立っているというのが、まあ、多分一番の問題でしょうし、はい、やはりその、まあ、デメリットの部分っていうのを、うん、まあ、いかに知っておくのかっていうところも、はい、やはり、非常に必要で、で、しかもそのね、今日外国の事例いろいろ見せていただいたんですけれども、はいはい、まあ、CNN であるとか、エピ通信とか、そういうこう、大手のしっかりとしたメディアでも出ているとか、はい、うん、あとは、
そのアメリカのテキサス州では、はいはい、まあ、そういう法律の部分でもこう定められたという事実があるという、はい、そうなんですよね、だからこれの事実ってのは全て本当かなと思ったらソースもあるし、またインターネットで Google で検索しても出てきますから、うん、はい、ご自分で調べてメディアが報道してないことを知ってね、うん、でいろんなことを知識が多ければ多いほど判断に間違いがなくなってきますから、はい、そういう一助になればと、うん、何が何でもやっちゃいけないということではなくて、うん、こういう問題もあるよと、こういう問題もあるよ、じゃあそれを作る前にどうするのかということは、うん、きちっとみんなでオープンに議論しなきゃいけないと思いますよね、うん、そうですね、うん、やはりまあ経済も大事だけど、先生おっしゃったように、うん、こう長期的に見てのその自然環境であるとか、うんうん、私たちのもちろん、まあ、健康とか安心というのがとっても大事ですもんね、そうですね、うんうん、ぜひ皆さんね、アーカイブでまだ見ていただけるように先生からご了承いただいておりますので、ぜひこう客観的な事実情報としてもっと詳しく知っておきたいという方、青森県のみならず全国各地の皆様とですね、情報共有できればと思いますので、ぜひ概要欄からご覧になってみてください。いや、先生、久しぶりの青森を、はい、しばらくちょっと堪能していただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。